でも治療するって、船がないのにどうするの？氷は水でも溶かせるけど、必要なのはお湯なんだ。お湯がないと二人の体温を戻せねえ。分かった、行くぞお前ら。街に戻れば湯くらいどっかにあんだろう。ちょっとルフィは凍ったままでいいの？体力のあるルフィより今危ねえのはロビンちゃんだ。グズグズしてると手遅れになっちまう。街中に着いたけど、二人を温められるだけのお湯なんて、大きな浴場でもあれば。おう、待ってろよ。おれ、ねえ、お湯はこっちでいいの？そうね、違うかも。他の道を探しましょう。行くぞ。みんな、
確かにここにはお湯があるんだが、お願い仲間を、無理。まあ俺の工場の前で何の騒ぎだ。あ、アイスバーグさん。知らねえ顔。俺に何か用か。心音も脈拍も正常だし、とりあえずは大丈夫だな。チョッパー、ロビンちゃんは奥のベッドで休んでる。体力の消耗。助かったわアイスバーグさん。いや、それよりお前ら、フランキーのアジトを探して。あいつのアジトは町外れの地下水路の先だ。まだ無理しちゃダメだ。アイスのおっさんに肉食わせてもらったからもう大丈夫だ。それよりフランキー一家のアジトは地下水路の先だって話だが、前に行った時は海岸の方になかったか。そういや、みんなと言ったな、あのふざけた方。の家のことだろ。ここはメモリアよ。その辺は実際と違ってるんじゃない？アジトがもう一つあるって聞いたような気もするし、とにかく地下水路に行きましょう。ウソップは前も連中にひどい目に遭わされてるし心配だわ。